はい、こんにちは、犬とびです。今日も漢字を書いていきます。よろしくお願いします。さて、今日の漢字は新しいという字です。漢字の成り立ちは、人が立っている形と木の形と斧で木を切る形からなってますね。で、この立っている木を斧で切りますよね。その切ったばかりの生木のことで、新しいとか初めての意味になったそうです。この新しいという字はですね、なんかちょっと今日書いたんですけど、なかなかこのバランスが難しくて、いつも天正、霊正、海正、行正、草正の順番で書いていってますが、なんかどれもね、どれもしっくり来なかったと言いますか。そんなものを SNS にアップしてるわけですけど、まあたまにはこんな日もこんな字も練習の対象になって励みになるなと思います。さて、こんな感じでまた今日もスタートさせてもらいたいんですが、今日の漢字、新しいという字から、この時期ね、春は何かと新しいことを始めたり、新しい出会いがあったりする時期ですよね。で、そこで必要になってくるのは好奇心ではないかと思います。この好奇心は残念なことに、年齢を重ねてくると減ってきてしまうんですよね。もうね、特にもう中年以降なんかもうその影響が現れまして、もう何か新しいことがちょっとね、億劫になってくるんですよ。まあ例えばこのポッドキャストで最近感じたのが、この音声配信ね、いろんなプラットフォームに登録して、例えば Amazon Music とか iPod キャストとかね、いろいろ登録して同じ内容を配信するんですけど、その登録作業にも手こずってしまって、なかなか新しいことするのって大変だなと最近感じたばっかりですね。で、なんでね、この好奇心って減るんだろうってとこになるんですけど、私たちは大人になるとね、いろんな経験を積み重ねてくるわけですよね。で、その経験があるから、まあ大体のことが察しがつくと言いますか、その新しいことを一つにしても、まあ大体ああいうことをしたらこんなことしたらいいのよね、なんとなくわかるんだけどってとこまで行くんですよ、勝手にね。で、そのなんとなくわかるが多くなるんですよ。でも知ったふり、知ったかぶりと言いますかね、分かったつもりで結局そのことに対して深く追求することがないという、そこで終わってしまうことがたくさんあります。でも大体分かるから興味がないですよね。好奇心がないということはこういうことなんですよ。経験値が、経験を重ねるチャンスを失うわけですね。で、子供はもうこの反対ですよね。例えばね、レゴのブロックを初めて見る子とかすごいですよ。まずそのブロック一つ一つね、赤ちゃんだったら、まあ、まず触りますよね、バッと。で、見て、大体口で舐めて、あ、こんなことなんだみたいなから始まるんですよ。赤ちゃんって何でも口に入れるじゃないですか。あれって体全身で好奇心を発揮して、これは、このものは何だろうというのを知ろうとしている動作なんですよね。だから、まあ何でも口に入れちゃうわけですよ、興味があるからね。そういうことですよね。犬だっていろんなものクン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 嗅ぐじゃないですか。興味があるものとか、これは危ないものじゃないんだろうか、自分にとって危険を及ぼすようなものじゃないかとか、ご主人様の好きな香りとかもね、嗅いで安心するとか、まあいろいろね、好奇心から来る動作といいますかね、行動だと思うんですよね。で、大人は残念ながらこのなんとなく知っているという状況で好奇心が薄れていってしまうわけです。さ
てこれはどうしたもんかなということで、まあ例えばこの時期で言うと新しい人脈が作られやすい時期ですよね。会社だったり、学校だったり、何かと初めて話す人が出てきたりするわけですよ。で、この初対面の人と話すっていうのは結構ね、苦手とする人が多くて、まあ数多くの初対面でも緊張しなくて話せるコツみたいなね、こんな感じの本が多く出てるわけなんですが、私ですね、結構この初対面の人と話すっていうのは得意分野なんですよ。と言いますのも、これは昔からなんですけど、人が好きでというか人間が好きで、結構観察とかするのも好きだったし、当然ね、話しかけることとかも好きだったんですよ。だったりが好きなんですよね、今でも。で、これは、まあ追求していけば人への好奇心なんですよね。人への興味、好奇心が強いから、つい話しかけたくなるし、初対面の人と話しても好奇心がね、向こうからやってきて話しかけてくれるわけですから、もう聞きたいことがたくさんということなんですよね。初対面で話すのが苦手というのは、ここがちょっと好奇心がやっぱり薄いんじゃないかなと思います。それでね、まあ話すのが苦手とかいう人にちょっと聞いてほしいなということがあるんですけど、多分ね、決めつけがあるんですよ。例えばね、新しく出会いました、お話ししましたってなった時に、あ、この人の話し方は優しいな、冷たいなとかね、あとは、あ、この人はちょっと嫌いだなとか、あ、この人は好きだなとか、結構もう自分でこう二択してしまうんですよ。もう黒か白かみたいな感じでね。そうではなくて、いろんな面から見るんです。赤ちゃんがね、一つのブロックをこういろんな方向、上から下から横から斜めから見て、いろんなブロックを積み重ねて、あ、こんな形にできるんだとか、あ、このブロックはこういう役割があるから、このブロックとこのブロックをつなげることができるんだとか、人間関係も全く同じだと思いまして、その人は優しい人と優しくない人ではないんですよ。いろんな面が本当にもういろんな面があって、それはもう他の人とも全然違うわけで、その人その人に持ってる個性がいろんな面から取れるんですね。それが何人も何万人何億人っていると考えると、すごく興味湧きません？いろんな種類の人間がいる、人がいる、いろんな性格の、いろんな人間性を持った人間がたくさんいると思うと、すごく興味が湧くんですよね。だから相手にもっと興味を持つというよりは、いろんな方向から見てみる。あ、例えばこの部分は好きだけど、あ、この部分はちょっとこの辺がちょっとだけ嫌いだなとか、あ、こういう優しい言葉をかけるんだとか、あ、こういう冷たい時もあるのねみたいな、いろんな面を観察していく。こんな感じだと人に興味は持てます。なかなかね、最初はそんなジロジロ見るなんてとか思うかもしれないんですけど、結局その相手に興味を持たないことには相手との会話は続かないんですよね。だって聞きたいこととかは興味がなかったら話出てこないじゃないですか。話す話題もないし、共感もないし、ね、完全な無ですよ。無関心ですよね。まあ、よくそんな話も出てはいますけど、まあ結局は好奇心を育てようと思うんだったら、物事をまあ二択とかするんじゃなくて、たくさんの選択肢で考えていってはいかがでしょうか。結構これでだいぶ楽に話せるようになってくると思います。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日の漢字は新しいという字でした。
最後までお聞きいただきありがとうございます。犬飛びでした。